キティアン・ピール・ピールの博物画・ピールの博物画、キティアン・ピールはアメリカ合衆国の画家、博物学者、探検家である。多くの科学的探検に参加し、描いた博物画は単霊で正確であることで知られた。参加した探検には、1819年にスティーブン・ロングが率いたロッキー山脈の探検や、 アメリカ合衆国探検園生態として知られる1838年からの太平洋とその周辺の陸地の測量、探検などがある。フィラデルフィアで生まれた。父親はアメリカ合衆国の独立時の著名人の肖像画を多く残したことで知られる画家のチャールズ・ウィルソン・ピールである。父親は博物学者としても知られ、収集した標本を展示する博物館を作った。 キティアンも父親が博物館のために標本を集めるのに同行し自然科学を学んだ。家族はフィラデルフィア近郊のジャーマンタウンに移るとそこで蝶などの昆虫を収集した。蝶と画のイラストのいくつかは出版されたが大部分は最近まで未発表のままであった。1816年頃、ピールの博物画は博物学者トーマス・セイノ アメリカ昆虫学に発表されて、ピールはフィラデルフィア自然科学アカデミーの会員に選ばれた。1817年に自然科学アカデミーのフロリダやジョージアへの探検にトーマス・セイ、ジョージ・オールド、ウィリアム・マクルールと共に参加した。1819年にスティーブン・ハリマン・ロングが率いるロッキー山脈への遠征にトーマス・セイの助手として参加した。 自然科学アカデミーに収められたコレクションには122点のピールの描いた図版が含められている。野生のナナメントリーの標本はピールが捕獲したものである。トーマス製のアメリカ昆虫学のほか、シャルル・リシアン・ボナッパルトの改訂したアメリカの鳥類学の図版も描き、ボナッパルトの支援でフロリダでの収集旅行を行った。1831年に、 小腸サーキュラー・オブ・ザ・フィラデルフィア・ミュージアムを執筆し、密閉した一面が、ガラスの容器で、昆虫標本を保存する方法を記述し、この方法で、ピールの100以上の腸の標本は色彩を保った良い、保存状態で後世に伝わることになった。1838年に、チャールズ・ウィルクスが率いるアメリカ、合衆国体験演説隊の一員として、ピーコック号に乗船し、 主任博物学者を務めた。多くの博物標本を収集し、標本をフィラデルフィア博物館に送った。探検が終わった後、報告書、マメイリアオーナサラジーを執筆するが、ウィルクスと鳥類学者、ジョン・カシンから内容に意義が出た。ジョン・カシンによって、1958年に報告書の修正版が出版された。1848年に、 父親の作った博物館は資金不足となり売却されその後米国特許庁で働いたアメリカにおける先駆的な写真家の一人でもあるピールの蝶の標本はフィラデルフィア自然科学アカデミーで保存されたアメリカ自然史博物館には未発表のピールの博物画が収蔵されているウィルクスによってワシントン州のピュージェット湾のピールパッセージに ピールの名前が付けられた。ありがとうございます。